ニグズのアップデートっていろいろ実装されるのポンね。でもでも何がドロップするのかさっぱりなのポン。紫防具が来るのかもわかんないし、全然わかんないのポン。始まるよ。こんにちは、公認クリエイターの葉月です。いつも動画投稿が遅れてます。ポンたちです。ああ、それは言わないお約束でしょ。でも葉月ちゃん、そんなこんなだけど、もう動画投稿を始めてから1年が経ったんだよ。わあ、もう1年が経ったのポン。長いようで短かったのポン。そうだね、時間が経つのって早いものだね。これからも頑張っていこうね。頑張っていくのポン。えいえいよ。そこは王じゃないの。さて今回のお話は12月のアップデート内容についてのお話になります。12月のアップデートはこれまでと比較して非常に強力な武器が廃止されることや、火力を上げるために重要な新機能の実装、進行難易度クエストの実装があり、非常に楽しみなアップデートが続いていきますので、ぜひこの動画で何が実装されるのか、何が実装されたのか確認していただければと思います。今は配布武器とかテックアーツカスタマイズが気になってるのか。そのことについては深掘りしていくからよく聞いててね。それでは12月のアップデート内容についてお話ししていきましょう。よろしくお願いします。うん。それでは12月のアップデート内容についてお話ししていきましょう。12月のアップデートはたくさんなのポン。12月6日アップデート、ニュージェネシス 2.5 周年アニバーサリーキャンペーン超総制裁が開催されています。超エステし放題キャンペーンや超トレジャースクラッチでデイリータスクからもらえるトレジャースクラッチ券が2倍になったり、超予告緊急クエスト&ブーストキャンペーンでは全ての緊急クエストにレアドロップ倍率プラス 100% プリセット能力付与倍率プラス 100% がかかります。ものすごくフリューなガルドさん振りがはかどりそうポンね。フリューなってどんななのよ。そしてさらにニュージェネシスが遊びやすくなるアップデートが実施されます。ストーリークリアキャンペーンではメインストーリー5章までクリアすることで250万メセタの大金がもらえます。おー、この資金で武器防具の強化をしてねっていうことなのポンね。それでも全然足りないんだけどね。他にもレベル65到達で強化値プラス80の強力なレアリティ9武器、レアリティ7防具がもらえます。こちらの情報は重要なことですので少し掘り下げてお話ししていきましょう。待ってました、配布武器防具なのポン。どんな武器防具がもらえるのポン。ほんとね、武器はこれラジャンティエシリーズ、防具はこれエシスタントアーマだね。おお、とっても強そうに見えるのポン。そうだね。え、なんか気になる言い方なのポン。詳しく教えてほしいのポン。ほんとね、武器も防具もプラス80だから攻撃力とか防御力も高いし、プリセットまでついてて強いのは強いのよ。じゃあポンもお乗り換えを考えなくていいのよ。攻撃力とか防御力ってプラス80だから高いだけで、当たり前といえば当たり前なんだけど、他の武器防具もプラス80にしちゃえば当然強いのよ。ファーシュメル刀はプラス80で1051、オクトスアーマはプラス80で123だからね。単純な数字だけ見てもお乗り換えは必要ないね。ふむーん、腑に落ちてないみたいだから実際に装備してみたらどうかな。今ポーはね、この前作った理論遅効性だから 163.0% なのポン。うん、じゃあ装備一式を配装備に変えてみようね。ラジャー合計の打撃威力が 129.7% になったのポン。あらら、なのポン。うん、大きく弱くなってしまったね。あれ、これなんでなのポン。うんとね、一つは LC のついた特殊能力だから、もう一つはエフスタントアーマの素の倍率が低いからだね。LC のついた特殊能力は LC なしの特殊能力と比べて威力上昇が 0.25% 低いから塵も積もればっていうことね。それこの前お話ししてくれたことぽんよね。だね、威力倍率の計算は掛け算で計算されるっていうことね。だから全部 LC 特殊能力だとそこまで強くないのよね。いいこと聞いたのポン。もう一個の原因としてはエシスタントアーマの素の倍率が低いってことなんだけど、これ素の武器倍率何パーセントかわかるかな。全然わかんないのポン。そうだね、だから全部取っちゃっちゃ。もったいないのポン。まあ使わないしいいかなって。それで
何パーセントなのポン？うん、武器上昇の倍率は 3.5% だったね。あんまり強くないのポン。だね、オクトスアーマを使ってる方ならお乗り換えは必要ないっていうことがわかるね。じゃあ今回の配布ってポンたちにはあんまりメリットないのポン？それがそうでもないのよ。ほえ、同時に配布されるラチャンティエシリーズなんだけど、攻撃力とか特殊能力は置いといて、潜在能力とプリセットがちょっといいものがついてるね。武力上昇がプラス 30% でアタック5がついてるのポン。そう、潜在能力とプリセットは結構いいものがついてるね。じゃあじゃあこのラチャンティエ刀が結構強いから、特殊能力を整えて使っていくといいのポン。それはまだ火力継承してないからわかんないんだけど、結構強い方に入るんじゃないかなって思ってるよ。なるほどポンね。はあ、シメル、メレクに続いてすっごい伏兵が来たって感じなのポン。だね、潜在能力とプリセットは申し分ないから、すでに強化されてるっていう最大のメリットを生かして、特殊能力をある程度整えた上で使ってみるといいかなって思うよ。了解しましたなのポン。まあ葉月ちゃんは多分使わないかな。はあ、シュメル刀のテルミナさんだし。へえ、なんか言ったポン？何も言ってないよ。さて、それでは続けていきましょう。超新機&復帰アークス呼びかけキャンペーンが実施されています。ん、それだけなのポン？前回みたいにとんでもなく長くなっちゃいそうだから、重要なところ以外はサクッとお話ししていこうね。ストーリー6章4節が配信されます。アイナちゃんがとっても不安になっているお話とのことです。うわー、いきなり雑になってるのポン。新たな強化システムとしてテックアーツカスタマイズが追加されています。これは超重要なアップデートなので、基本仕様から私のおすすめまで詳しくお話ししていければと思います。うわー、あからさまにテンションが違うのポン。まずテックアーツカスタマイズを行うには、その素材として X キューブとカスタマイズディスクとメセタが必要になります。カスタマイズディスクは A と B と C ではなく X があります。悲しい。それぞれのディスクはレベルを上げていくごとに必要な個数が多くなっていきます。カスタマイズレベルの最大は10で、必要な合計の個数は X キューブは120個、ディスク A は415個、ディスク B は44個、ディスク X は1個、必要なメセタは85万メセタです。各ディスクを集める方法は3つです。え、あれ3つもあったポン？3つあるよ。1つ目はルシエル探索だね。クリア1回につき各ディスク A が3つずつもらえます。ですがディスク B はかなり低確率のようです。またディスク X のドロップは確認が取れませんでした。ルシエル探索で LC 特殊能力とグロース面等を同時に集めれるから、ディスク A はルシエル探索で集めると良さそうポンね。だね、他の2つの方法を使わないならこの方法でしか集められないね。他の2つの方法はどんなのがあるのポン？2つ目はアイテムトレーダーで交換することだね。ディスク A はギガストラグメントとグロースメントでメンテナンスごとに週50個まで交換が可能で、必要な個数は1個で合計週あたり50個です。ディスク B はギガストラグメントとグロースメントでメンテナンスごとに週5個まで交換が可能で、必要な個数は10個で合計週あたり50個です。両方の交換方法とディスク A と B を毎週最大数交換するのに必要な個数は合計で、グロースメントとギガストラグメントが各100個必要になります。ふむふむ、グロースメントはいつもルシエル探索で手に入るからわかるのポンけど、ギガストラグメントって今どこで集めるのポン？それはね、この後に出てくるからちょっとだけ待ってね。分かったのポン。ディスク X はちょっと特殊、どれどスケールでメンテナンスごとに週1個まで交換が可能で、必要な個数は50個になっています。ポンは今全然持ってないから、また集め直さないとなのポン。3つ目はマイショップで購入することだね。マイショップでディスクって売ってるのポン？LC 特殊能力がマイショップで売れないから勘違いしてしまいそうになるけど、バッチリ売ってたよ。いくらくらいだったのポン？ディスク A は今はこれくらいだったね。高いよな、安いよな、絶妙なところではあるかもだね。ディスク B はこれくらい。高いのポン？ちょっとお高めっていうのも気になるけど、問題は在庫だね。言われてみれば
結構少ないのポン。だね。まだまだ格安でディスク A と B を買い揃えるには時間がかかりそうだね。あれ？ C はどうなってる？ X ね、X。X はマイショップで出品することができないみたいだね。悲しい。以上が各ディスクの入手方法になります。では、ディスクの必要な個数は分かった、入手方法も分かったところで、じゃあどれをどのくらい強化したらいいんですかっていうお話をしていきたいところなんですが、私自身、すべての武器を使いこなせている人ではないので、ここでは大前提のお話をしていければと思います。基本的なお話パンね。まず考えることは、威力がどれくらい上がるとかではなく、その PA をよく使うかどうかで判断するといいと私は考えています。具体的に刀を例に考えると、今回強化可能になった PA は不要点ないです。ですが私の場合、普段使いをしているのは火力検証でも使用している通り早手つまぶきばかり使用しています。なので限られた場面でしか使用しない不要点内を最速で強化するのには少し疑問が湧きます。使わない PA なら無理に育てなくてもいいっていうことかね。だね。ただ強くなるっていうことに関しては間違いはないので、ある程度強化はしておきたいところです。そこで気になるレベルを上げるとどうなるのかということを見てみると、こんな感じでデメリットの消費 TP が緩和されていくだけになります。どんどん連続で PA を打つ速度が速くなっていくっていうわけじゃないのよね。じゃあ消費 TP って気にしなくてもいいのポン。うん、問題はそこだね。どういうことなのポン。うんとね、葉月ちゃん、今 PP って最大でどれくらいあるかな。確か200くらいあったのポン。そうだね。じゃあ刀って PP に困る武器だっけ。うんうん、ちゃんとガードすれば PP って切れることないのポン。だね。そもそも PP の回転率が良い武器種って、この PP 消費のデメリットはあんまり気にしなくてもいいのかなって私は考えてるのね。ほえー、じゃあレベル1でいいのポン。うん、そうじゃなくて最重要ではないよっていうことを言いたいのよね。じゃあどれくらいまで上げたらいいのポン。うん、私が考えるのはさっきの1週間あたりでディスク A の交換が可能な個数100個くらいをめどとしたレベル5くらいで十分かなって考えてるね。それくらいでいいのポン。うん、レベル5まで上げればデメリットは半分になるし、あんまり気にならなくなると思うよ。それでもやっぱり気になるっていう PA だけ優先的に上げるといいかなって思うかな。今後も追加されてくるからね。素材を今から少しずつ集めておくっていうことも大事だと思うよ。ポンは早手つわぶき待ちなのポン。だね。今からでもしっかり集めておこうね。ということで以上が私のおすすめになります。皆さんも悩んだ時にはとりあえずレベル5くらいまでの強化で様子見してみてほしいなって思います。あ、そうそう、一つ抜けてました。タイプ2を強化してやっぱりタイプ3が良かったっていう場合は、両方とも強化された状態で別枠に保存され適宜付け替えることが可能となっています。リセットされるわけじゃないのポンね。ただ使った素材は戻ってこないので、その分素材が倍かかることになっちゃいます。レベル10までの強化には結構素材を使うので、これだっていうカスタマイズを見つけるまでは無理な強化はやめておいた方が良さそうですね。はい、早手つわぶき用に素材は取っておくのポン。はい、以上がテックアーツカスタマイズのお話になります。うわー、もうこんな時間なのポン。よし、葉月ちゃん、今からサクッとお話ししていくわよ。ポンも短めでちょいちょいお話ししていくのポン。バウンサーをド派手に調整されています。私が気になるのはサブクラスとしてのバウンサーが変わってしまったのかという点でしたが、しっかりとディフイートアンプリファイもバーシャルデストロイアドバンテージもご健在でしたので安心しました。すべての武器と防具がプラス80まで強化可能になりました。強化に必要なものは21万メセタとアームズリファイナーが20個、アームズリファイナー2が10個でした。そこそこな個数いるのポンね。火力検証のこと考えたら結構きついのポン。そこは気合いよ。必要な強化経験値はプラス60から70までと同じくらい必要になってきます。武器や防具一つを最大まで強化するには少し重たくなってしまいますが、性能は折り紙付きですので頑張って強化していきましょう。ポンももっともっと強化するのポン。ルシエル探索に出現するエネミーのレベルが上昇し、新たなルーイナス種のボスエネミーが出現します。
これによりファッシュメル武器やオクトスアームがボロボロ落ちるようになりました。グロース面とも1回15個に増えたのポン。もう一気に集めてしまいたいのポン。そうだね、オクトスアームが本当に入手しやすくなってからいつでも最前線まで追いつけるようになったね。神調整です。エアリオとリテムのバトルギアパープルに新ランクが追加されています。あ、この前ちょっとだけ遊びに行ったのポン。うん、どうだった？というかその顔ってことは見事に返り討ちだったのポン。とっても強いのポンよ。あらら、そうなるよね。でもでもクリアできなくても報酬はもらえたのポン。ポンがもらったのはこんな感じなのポン。あ、やっぱりあった、ギガストラグメント。わ、ほんとポン、こんなとこにあったのポン。あれ、気がついてなかったの？いつもボタン連打でピピピなのポン。もうしっかり見た方がいいよ。今度からそうしますポン、多分。ということで、先ほどお話ししていたギガストラグメントは新しいランクのパープルで出ます。称号でマスターキューブももらえますので、準備を整えた後でぜひチャレンジしてみてくださいね。クリエイティブスペースに新パーツエウドシリーズが追加されています。うん、レベル84以上のギガンティクスエネミーとレベル82以上のドレッドエネミーのドロップアイテムにレアリティ10武器フリューガルドシリーズが追加されています。うん、AC スクラッチジョイフルホリデーズが配信されています。うん、よし、12月6日アップデートは以上になります。うわ、ここまでだけで15分もかかってるのポン。このままの勢いで一気に重要なとこだけ少しお話をしてからサクサクいくわよ。12月13日アップデート、第2次ハルフィリア小芸激戦が配信されます。大幅に強化されたエイジス君と戦う常設のクエストとのことです。仕様はソーラスおじさんと同様、最大参加人数は4人で5回戦闘不能または制限時間経過でクエスト失敗となっています。気になる報酬のお話は一切ありませんでした。おそらくソーラスおじさんと同じような報酬となりそうです。ポンはとってもフリューガルドシリーズが落ちてくれやすくなってると期待しているのポン。もしかするとここに紫防具がないポンね。よね。ミッションパス、ニュージェネシスシーズン27が配信されます。ポン、2種類の特別な AC スクラッチ、モーションリバイバルとリワインドコレクションが配信されます。ポン、はい、12月13日のアップデートは以上になります。おお、とっても急ぎ足なのポン。それじゃあどんどん続けていくわよ。12月20日アップデート、期間限定イベントクリスマス23が配信されます。シーズンポイントショップではテックアーツカスタマイズに必要なアイテムも交換可能とのことです。前回のシーズンイベントではかなりの大盤振る舞い、ハルフィにリアと交換できたので今回も交換できるかなってかなり期待しています。ポンは新レアリティ9武器のバリオクールシリーズに結構期待しているのポン。武器がとんでもなく落ちるポンから安めの高クリセット付きが買えそうなのポン。なるほどね、はずきちゃん、私と同じこと考えてるみたいだね。頑張って火力検証進めていくのポン。その息よ。期間限定クエスト、よくわかんないおじいさんからの贈り物が配信されます。よくわかんないおじいさんからの贈り物はどんな報酬なのポン。ほんとね、だいたいこの手のクエストってその時必要なアイテムをくれそうな気がしてるから武器防具の強化素材をくれるのかなって思ってるよ。よくわかんないおじいさんなのに太っ腹なのポン。また探索セクションに初登場のキングカプタンが出現します。え、カプタンってことはもしかして、うんうん、アビリティの上位版よね。来るのかな。ちょっとだけちょっとだけ期待しています。アバターアイテムなどを獲得できるリワードボックスが配信されます。対象のデイリータスクをクリアすることで獲得できるメダルを使って様々な報酬がもらえます。ああ、これ旧作であったフンスクラッチの景品ももらえるポンよね。フンスクラッチ、そう、フンスクラッチポン。はずきちゃん、それファンスクラッチじゃない。え、あれファンって読むのポン。うん、あれファンよ。ずっとずっとフンフン言ってたのポン。今さら恥ずかしいのポン。そんなファンスクラッチの景品も入手できるみたいだね。結構いいものがあったりするから忘れずに全部入手していきたいね。スタイリッシュハードボイルドガンアクションアニメ、え、にゃんだってっていうジャンルみたいよ。とっても長いジャンルなのポン。多分このアニメだけのジャンルなのポンね。ブラックラグーンとのコラボが開催されます。このコラボに合わせて AC スクラッチ
ブラックラグーンスタイルが配信されます。葉月ちゃん、何か気になるものはあるかな？ポンが PV で流れてた歌が気になったのと、ゆっくり聞いてみたいのと、あれ、今回はビビッとくるコスチュームはない感じなのかな。はい、12月20日アップデートは以上になります。このまま続けていきましょう。12月27日アップデート、 AC スクラッチニューイヤーズチャームが配信されます。来たのと、このコスチュームなのと。わあ、いきなりどうしたの。一番右のくのいちちゃんがとっても可愛いのと、ぬぬなのと、ニンニンの間違いじゃない。リバイバル SG スクラッチハルファリバイバルが配信されます。この SG スクラッチは期間中1日10回無料で回せるとのことなので、毎日欠かさず回しておきたいですね。はい、12月27日アップデートは以上になります。お、終わったのと。やっぱり長くなっちゃったのと。それでは最後にまとめのお話をしていきましょう。12月のアップデートはかなり不透明な点が多く、実装されないとよくわからないことが多い印象です。具体的には強化されたエイジスくんクエストの報酬、期間限定イベントの交換ショップ、よくわかんないおじいさんからの贈り物での報酬、キングカプタンからのドロップアイテムです。これらの中に何かしらが仕込まれていてもおかしくないのかなって思いつつも、これまで新しい防具が来そうで来なかったので、今回も来ないのかなって思っています。ただ気になる点としては、このタイミングでルシエル探索の異常なまでの緩和です。ハッシュメル武器やオクトスアーマが非常に入手しやすくなったので、何かの準備もしくは新しい目玉コンテンツの前触れなのかなって思っています。なので私個人がおすすめする12月の行動としては、現状準備できる最大限でエイジス君との戦いを楽しみつつ、今月末のヘッドラインで来年1月のアップデートを確認した後で、新しい防具の作成や武器防具の強化を考えたらいいのかなって思います。ポンはまだまだファーシュメル刀で遊んでいきたいって思ってるのポンけど、そろそろ無理そうなのポン。そうだね、ぼちぼち防具更新かもって思っておいた方がいいかもしれないね。皆さんもぜひ一度いつ防具更新するのか考えてみてくださいね。はい、ということで12月のアップデート内容はいかがだったでしょうか。12月も来るかも来るかもと言われながら紫防具は着なさそうなので、引き続き1月のアップデート内容にも目を光らせていきたいところですね。ポンは素材だけは十分に持っているポンから、準備だけはバッチリなのポン。紫防具を通り越して新しいレアリティでの実装も十分に考えられそうですので、超創生祭が終わったタイミングなどに目を光らせていきたいところです。また新しい高難易度のクエストも実装されると思われますので、今からしっかりと準備を進めていきましょう。そして高難易度のクエストといえば、そうです、エイジスくんの高難易度が実装されましたので、次回はしっかりと準備をした上でエイジスくんの攻略に挑戦していこうと思います。頑張って倒していくのポン。このエイジスくんの攻略方法が気になる、やる気元気葉月な方はぜひチャンネル登録をして続報をお待ちいただけると嬉しいです。それでは今回の動画はここまでとなります。ここまでのご視聴ありがとうございました。また次の動画で会えることを楽しみにしています。バイバイ。